ビフをご覧の皆さん、どうもプラスティックトゥニーです。ボーカルの有村龍太郎です。はい、ベースの長谷川忠です。ドラムの佐藤健健です。ギタリストの中山です。はい、我々プラスティックトゥニー、メジャーデビュー20周年記念第2弾シングルということで、はい、宇宙遊泳という曲を6月の21日水曜日リリースします。そしてプラスティックトゥリー、またメジャーデビュー20周年記念特別公演ということで、7月29日土曜日パシフィコ横浜の方で特別公演をやらせてもらいます。ぜひ宇宙遊泳を聴いて、パシフィコ横浜に遊びに来てください。はい、以上ですけども、はい、今回のビフからの質問にお答えください。うん、憂鬱な雨の日を楽しく過ごす方法を伝授してくださいとのことで、佐藤健健さんからじゃあお願いしてもいいですか。はい、お願いします。そうですね、憂鬱、はい、ね、でも憂鬱じゃない雨の日もありますけど、そうですね、まあ、そうですね、寝るっていうね。ああ、うん、まあ寝るですね。ね、あ、寝るもうぬんてすっていう。まああれじゃないですか、外部との接触をシャットダウンするのがいいと思います。あえて、うん、僕次行こうかなと思ってたんですけども、かぶっちゃいましたね。僕はもう逆に何もしない方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、山音をずっと聞いてれば、うん、気持ち眠くなってやっぱ寝るということになります。はい、どうぞ。いや、奇遇なことに俺も被りましたね。あれ、はい、本当ですか。本当ですかね。いやいや、だってもうそういう時は出ない、外出ない方がいいっすよ本当に。正直ね、出るだけ憂鬱になりますから。そうです、憂鬱な時ってもろくなことが起きませんので、寝る、はい、もう流れに乗るしかないよね。まあそうですね、まあこう、まあ、ぶっ壊し屋としてでも、うん、寝る寝る、ね、寝るっていうしかないもんね、これね。まあそうですね、あるじゃない、なんか、これぶっ壊してもよかった。いや、今なんかさ、ほら、違うこと言ったらうどん屋行ってカレーとか言っちゃうような真似する感じになっちゃうなと思って。あ、寝る、まあでもいいんじゃないですか、今回はこのプラスティックトゥリーの総意として、うん、あ、総意、たまには総意として、ね、総意として、はい、寝る、じゃあ寝る、寝るで、はい、はい、回答になったでしょうか。それでは皆さん、音源なりライブ会場でお会いしましょう。プラスティックトゥリーでした。さようなら。